まいまいまい。あ、そうそう、オッケー。今ふわです、ふわ。はい。前に、オッケー。あの前のボール、はい、僕にぶつけていいです。そしたら、そしたら次和田くんにあの緩いの行くかもしれない。あ、それ言っちゃった。だって前で。オッケー。あ、今当てずっぽで行ったでしょ今。行く行く。はい。ああ。オッケー。まい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 。ああ、オッケー。はい。そう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 。はい。そう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 、オッケー。もう一回。し。つぼれ。すぐ。はい。オッケー。いい、もう一回もう一回。あ、僕の方にお願いします。一回ファーストボール、はい、ローボール前、そう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 、早い、はい、はい、あ、ごめん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 、あれもう、前で、あー、オッケー、はい、はい、オッケー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 、ニックが前に、ああ、そうそうそう、もう一回もう一回、はいはい、前だよ、あれ。え、よ、夕方ジュニア、はい、レッスン、夕方も、まあまあ仕上がってくる。OK, OK, OK. もう行こう、はい。OK, OK. ファーストボレー。うん。クロスまで。ステップ。前。もっと、そうそうそう、OK. ファーストボレー。今ふわっと見せかけてちょっと普通っぽい。こ、あ、惜しい惜しい、ここいい絵見してくださいよ。はい、ここ、はい、オッケー、オッケー、オッケー、あのフワも待たないで前でね。はい、前。はい、よく、そこ。はい。あ、オッケー、オッケー。前。オッケー。もう一回。オッケー。はい。ごめん。あれ？え、待って、はい。あれ？多分ね、こうやって。こうやってからこうやってちょっと引いてる感じだから、ここと一緒にピッて決めて、それから踏み込んでみる。今のバックボレー。パッパッ、その方がいい。はい、オッケー、はい、対抗戦ある。水戸元、対抗戦ある。水戸元、久しぶりに、こんなにやらせてもらってるから。
足動くだろう、中村ちゃん。浮いてきたら、平瀬さんの言葉が重い。絶対サボるもんな。でも、この練習、他の人やると、はい、やっぱ当てずっぽで出ちゃうんですよ。なんか。でも、それがやっぱお二人、違うなって。うん、一回やっちゃいましたね。一回でも普通の人やっぱりね、うん、あとは最初の僕の球出しに対してちゃんと準備できてて結構タイミングを早く取りに来るんで、こっちもこうその抜くタイミングっていうところで言うと、まあ、結構早く生きたボールだから殺すのも結構難しくなるし、うん、っていうところで最初に攻撃的な形を作った後にこうやって変化をかける形っていうのは、まあ、余裕がある状況じゃないとこっちも難しくなってくるってところなんで、最初の一本の切れっていうところでしっかりこう早く踏み込みもで体重が乗ってるボールで来る、あの打っていくっていうのは最初のきっかけのショットみたいな、ストロークとかサーブとか1本目から鋭い、はいはい、もうこれ、はい、その役、はい、抜く役っていうのも練習になりますよね。まあそうですね、はいはい、こうしたりとか、はいはい、皆さんやるときは抜き役も、そうですね、大事ですね。あんまりこう握りすぎてる感じじゃなくて、余裕持って構えておいて、もう本当にこう相手のボールに対してちょっとこうクッションっていうか、こういう受ける感じ、手で手もプラスして足もこうやってバランスが取れてると余計安定してこうやってあの受けやすいかなって。結構これはもうクレーでスペインでこうすごいしばかれて、それをタッチでこうなんとかしのいでるボレーで、ボレーストロークとかで結構この感覚は覚えていったかなって。グッてくるボールに対してふわってこうやってしないと、もう結構弾かれるぐらいものすごいボールなんですよ。だから抜き具合も難しそうですけどね。そうそう、抜きすぎても浮いちゃう感じ。そうそうそう、だからそのタッチは微妙なタッチが磨かれるっていうか、あの緩く握っといて、でもこう緩く握ってるままふわってこうちょっと受ける、あんまりグッて力入れるんじゃなくて、感覚的にはわっわっわっていうぐらい、だからそんなに握ってない、うん、ここの余裕があることが結構ポイントかなって。だから前でやってるけど、ここに余裕がグッてここでも取れるっていう、こういうクッションの感じが、ここだともう結構力握っちゃうし、力がこう入ってるままだから受けるっていう状況よりもなんかブロックしちゃって、逆に力入ってるところでボール当たった時ってあんまりなんかもうボールが死んでポコンとかなっちゃうことが多いけど、リラックスしてればそれなりにこう対応できる。抜く時も結構前であれ打ってる感じ。前で打ってる。ああ、結構こう引き込んでるように見える。うん、引き込んじゃう。やっちゃう方で。やっぱり、基本的には肘を体から離してる感じの前で取るような感じのところから、ここまで取れるような感じぐらいの余裕を持ちたい。こうやって。これが、最初からこうなってると、そう。こうなっちゃいます。そう、そう。こう曲げちゃう。そう。抜こうとして押すこともできるなっていう。できます、できます。だからこのままこうやってドライブボールできるし、落とせるし、フレスさんならですドライブボール。マジ上手いですよね。でも皆さんもこの辺がなんかすごいドライブボレーっぽく入るのが得意なんで、うん、そうですかね。いや本当に、まあ、そうです。たまにこうなっちゃうときはあるんですけど、バックでもできないですね、うん、フォアはなんかこうやりやすい、うん、バックは絞れないかなって感じは、やっぱちょっとこう立ってる、そう、そうなんですよね。あのこう寝ちゃう癖があって、うん、どうしようパンチっていうとやっぱりフォアの方がやりやすいんですけど、とっさのパンチボレーやっぱすごい、バックのパンチボレー一球なんかこういう感じでいかれてたのが、うん、なんかあった、あー正面行きたいです、正面行きたいです、はい、あれはなんかねじ込みましたね。あれはだからそんなに横振りするとこうヒットミスする可能性あるから、縦のまんまそのまま出ていけばそんなに動かしないで足でいってるんですよね。まあいうのはいいですよね。だって一般の方はここを立ってドライブボールなかなか難しいですよ、ね、うん、ドライブっていうよりももう抑えて体重乗せて突っ込んでる感じ。ああ、もうそれしかできない。難しいよね、結構。バックボレーだともうこうやってもう本当にスイングボレーみたいな感じで小さくしてってパンパンっていう感じかな。バックボレーでドライブボレーってそんなに。確かに。
こういう感じでバーンって入る。ヒロさん、ここのチャンスボレーって結構引いたりしますか？うん、俺手でっていうよりもチャンスボールの時はもうとにかく足を入れて足から力を出そうっていう感じ。じゃあラケット引かないで、もう本当にもう、そう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 、まず左でうっ、だスマッシュの時のここみたいに、とかハイボレーも必ずこっちで、引かないで、そう、引かないでローテーション、手の位置を引かないでローテーションした感じのところで足合わせてグッて感じ。足きっかけ。今の感じで言うと、こうやって多分こう、あんまりここが支えてない感じでこうなってるのに対して足がこうやって後からついてくる感じじゃない、バックボレー。多分そうですね。